ジョセフ・アンソニー、ジョーイ・バートンは、イングランド・マージー・サイド州・ノーズリーク、ハイトン出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。マージー・サイド州・ノーズリークのハイトンで、4人兄弟の長男として育つ。14歳の時に両親が離婚し、屋根職人の父親と共に、セント・ジョンの祖母の家で暮らした。 憧れであるエバートンのユースチームに所属していたが、14歳の時に退団させられ、ノッティンガムフォレストでトライアルを受けたが背が小さいという理由で落ちる。15歳の時にエバートンの元スカウトマンの目に留まり、マンチェスターシティのトライアルに合格する。マンチェスターシティ所属時のバートンユースチームで当格を表し、ケビン・キーガン監督によって2002年11月の ミドルズブラ戦でトップチームに抜擢される。しかしこの時は起用されず、翌2003年4月5日のボルトン戦でデビューを飾る。同月18日のトッテナム戦で初ゴール。一気に頭角を表し、2003から04シーズンにクラブのヤングプレイヤー賞を受賞。マンチェスターシティの若きタレントとして中盤のスタメンに定着した。また、 U-21 イングランド代表の招集を受け、マケドニア、ポルトガル戦に出場し1ゴールを決める。4年目の2005から06シーズンには、憧れのロビー・ファウラーがつけていた8番を受け継ぎ、クラブの象徴的存在に成長。2006年冬には、ミドルズブラ、2006年夏には、アーセナルやモナコ、2007年冬には、故郷のクラブであるエバートンなど多くのクラブが、 バートンの獲得に関心を示したが、いずれも断り残留を選択した。その一方、短期な性格が災いしピッチ外での問題行動が目立つようになる。2007年2月、スペインとの親善試合でイングランド代表に初招集され、かつて公然と批判した相手であるフランク・ランパードとの交代で後半にピッチに登場し、代表デビューを果たした。 2006から07シーズンは、チームが残留争いに巻き込まれる中で、バートンは、チーム内トップの6ゴールを挙げる活躍を見せる。ところが、2007年5月1日の練習中に、チームメイトの元フランス代表 MF、ウスマーヌダボを複数回にわたって大出し、負傷させるという事件を起こす。バートンは謹慎処分を言い渡され、シーズン終了後の放出が濃厚と報道された。 これを受けて、ニューカッスル、ウエストハム、サンダーランドが獲得に興味を示した。2007年6月14日、ニューカッスルに移籍。番号は7番、契約期間は5年で、移籍金は580万ポンド。キャプテンマークを巻いて臨んだ開幕前の練習試合で、左足台後、中足骨を骨折したため、開幕からで遅れて10月22日のトッテナム戦で、 遺跡後公式戦初出場。チームが低迷する中、サポーターに対して、サム・アラダイス監督へのブーイングを止めるよう、働きかけるが、かえって反発を買う結果に終わった。12月27日午前5時半、リバプール市内で暴行などの容疑で逮捕された。すでに他2件の容疑で保釈中の身分であったこともあり、年越しを留置場で過ごすこととなった。また、保釈後に、 アルコール依存症の治療を受けている。翌年5月21日、前年末の暴行事件で、禁錮6ヶ月の判決を受け、刑務所に収監された。6月には、薄マーヌダボへ暴行を加えた事件で、執行猶予4ヶ月の判決を受け、地域放仕200時間に罰金刑を科された。サポーターからは、放出を願う意見が後を絶えず、入滑するも放出を検討したが、 マンチェスターシティ時代の恩師でもある、ケビン・キーガン監督の意向もあって、残留となった。2008年7月28日、74日間の服役の後に模範集として釈放される。相次ぐ騒動から2008から09シーズンは絶望と思われていたが、8月30日のアーセナル戦で交代出場し、ブーイングの中でピッチに復帰。9月には、 ウスマーヌダボオーダー事件について FA から12試合の出場停止と2万5000ポンドの罰金処分を課された。出場停止が明けた後、サンダーランドとのタイムウェアダービーで戦列に復帰した。しかし、11月15日のウィガン戦で、MF リーカッターモールからタックルを受けて、右膝の人体帯を負傷した。年が明けた2009年1月のブラックバーン戦で2ヶ月ぶりに戦列復帰するが、 フルス・マンチェスター・シティ戦で、右足台後、中足骨を骨折し、再び離脱した。チームが残留を争う中、5月3日のリバプール戦で、相手 MF、シャビア・ロンソに激しくタックルし、一発退場になった。アランシアラー監督を激怒させ、クラブはバートンに対して、無期限の禁止処分を課した。コーナーキックを受けるバートン2009から10シーズンは、 降格したチームと共に2部で戦い、1シーズンでの最小格を勝ち取った。翌2010から11シーズンは、数シーズンぶりに、故障や出場停止による長期離脱もなく、主力としてチームを支えた。2011年夏、入荷するはバートンを放出する意向を明らかにした。バートンが自身のツイッター上で、クラブの上層部を批判するつぶやきを発したことが、 放出の原因とも報じられた。2011年8月26日、クイーンズパークレンジャーズへ4年契約で移籍。キャプテンを任され、主に中盤の底でプレーする。2012年5月13日、一部残留がかかった2011から12、シーズン最終節、フルスの式戦で、カルロス・テベスに肘打ちを見舞い、レッドカードを受け、さらにセルヒオ・アグエロに、膝蹴り、 バンサンコンパニーに頭突きを食らわせた。この大乱闘により、FA から12試合出場停止と罰金7万5000ポンドの処分を受けた。また、チームからは、背番号とキャプテンマークを剥奪され、フットボールリーグ2のフリー,ートウッドでの練習を命じられた。バートンは処分を受け入れたが、マーク・ヒューズ監督を批判し、フランスのオリンピックマルセイユへの移籍を希望した。 2012年8月31日にステファーヌ・エムビアとの交換トレードの形でマルセイユにレンタル移籍した。イギリスで受けた出場停止処分はフランスでも適用されるため、すでに消化した3試合を除く9試合の間、フランス国内の公式戦に出場できないこととなった。9月20日、UEFA ヨーロッパリーグのフェネルバフチェ戦で移籍後初出場。 11月8日のボルシア・メンヒエングラートバフハ戦ではコーナーキックから直接決めるセンセーショナルなゴールで移籍後初得点を記録。定位置をつかむとリーグ戦25試合に出場した。一方で2013年2月3日の南シー戦で退場処分も受けている。シーズン終了後はマルセイユ残留を希望すると同時に2部に降格したレンタル元の QPR を 来シーズン彼らを助ける理由があるとは思えないと批判した。2013年夏、QPR に復帰。中盤のようとして昇格プレイオフを戦い抜き、チームのプレミアリーグ復帰に貢献した。ハリー・レドナップ監督は、バートンが本当に影響力のある素晴らしい選手で、常にフットボールのことを考えているとしたかく評価するコメントを残した。 2014年12月28日のクリスタルパレス戦から翌2015年2月10日のサンダーランド戦まで7試合連続で警告を受け、プレミアリーグの新記録を樹立した。シーズン終了後、契約満了により対談が発表された。2015年8月27日、チャンピオンシップのバーンディ FC と1年契約を締結。38試合に出場し、 クラブのフロリダチャンピオンシップ優勝に貢献した。2016年5月24日、4シーズンぶりにスコティッシュプレミアシップに復帰した、レンジャーズ FC へ移籍。契約期間は2年間。しかし9月の練習中に、チームメイトのアンディ・ハリデーと口論になったと報じられ、クラブから3週間の禁止処分を受けた。処分明け後も、リザーブチームでの調整を命じられたことへの不満から、 練習を無断欠席するなどの行為に及び、11月10日にクラブから契約会場が発表された。さらにレンジャーズ在籍中の2016年7月から9月にかけてサッカー賭博に関与した疑いからスコットランドサッカー協会に訴追され、1試合の出場停止処分を受けている。その後、フルスのバーンディ FC のトレーニングに参加していた。 ようで、2016年12月20日、フルスバーンリー FC への復帰が発表された。契約期間は2016から2017シーズンいっぱい。2017年1月2日の対、マンチェスターシティ戦で、レンジャーズ時代の出場停止処分を消化。しかし FA も、バートンのサッカー賭博の調査を行っており、その調査で2004年から2016年まで、工場的に、 サッカー賭博に興じていたことが判明し、FA は起訴、処分を課す方針であったが、バートンは上訴している。そして2017年4月に行われた公聴会で、バートンがギャンブル中毒であったことを認めたため、FA は18ヶ月間の出場停止処分と3万ポンドの罰金という処分を下したが、バートンは、出場停止期間については、異議申し立てを行うと報じられている。 最終的に処分が確定し、クラブからも減給処分が課される。シーズン限りで契約満了により、バーンリーを退団した。賭博問題による活動停止処分が明ける2018年6月2日より、フリートウッドタウン FC の指揮官として招聘されることが発表された。2021年1月、成績不振の責任を取り退任した。2021年2月、 ブリストルローバーズ FC の監督に就任した若手時代のバートン、ありがとうございます。